ザ・フェイクニュースの時間です。今日も原さんをお招きして話を聞きたいと思います。この番組は文化人放送局と情報検証研究所のコラボ番組であります。原さんなんかいろいろと最近お書きになっているものがあるんで、話しんでちょっと説明してくれますかね。じゃあこれなんか、資料でどれからいきましょう。最初電力の方、一番最初からだと電力の話から。じゃあ電力のね、これエネルギー基本計画、新聞報道の中でも出てますけども、資源エネルギー庁、経済産業省で、そのエネルギーの電源構成、原子力が何パーセントとかね、再エネが何パーセントとかっていうその計画を作って、2030年にはこれぐらいにしますみたいな計画を作るわけですよ。でそれを 3,4 年に1回改定をしてるんですけど、でそれ次の改定をやりましょうということで、今素案を出して秋に向けて決定に向けて動いているということなんですね。これ閣議決定するんでしょ。そうです、でこれからパブリックコメントかな、その一般のコメントを求めて、でそこから決定をしていくということなんですけど、で、今出てる案がこの電源構成の、この真ん中のところですね、でごめんなさい、それでこの2019年というか、だから現状がこんなもんなんですよね。この再エネが 18%、 原子力が 6% で、一方で火力がすごい多くって、LNG が 37%、 石炭が 32% っていう感じです。それで、今その脱炭素ってもうやらざるを得なくなって、で46% とかね、そういう話 もう表明をしているの でそれに合わせてじゃあどうやっていくかということを考えて、その経済産業省で案を作りましたということなんですけど、結論が再エネを36から 38% にしますと、それから原子力は20から 22%、でこの2つが合わせて非化石なんですけど、要するにその CO2 排出しない燃料だってことですね。で、一方でその LNG は20にする、石炭は19にする、石油は 2% にするということで、相当ね、この大胆な計画を示しましたということなんですが、これなかなか大変ですね。で私から見るとね、もうこれもう政治的な妥協でこれもういろんなことを決めちゃってるので、これ結果的に足して100にならなくなる可能性が高い。100にならないと残り何なの。いや、足して100にならないと何が起きるかっていうと、電力が足りませんになっちゃうわけです。で今年の初めにその需給逼迫みたいな話がありましたでしょ、であれでその価格がもうむちゃくちゃな値段にね、卸電力市場ではなっちゃったと、いうようなことが起きたわけですけど、多分ね、だからこの2030年に向けてこの計画でやってるとね、ああいう事態がまた起きるんじゃないかって私は大変心配してで、なんでかというと、これ例えばその原子力のところは20から22ってなってるんですけども、これはね、今たった 6% なんですよ。でこれなんでかっていうと、その今ある原発が全然再稼働してないからですね。で20から22っていうのは、今ある37基が全部再稼働して、で稼働率 80% でも、ほぼフル稼働ですね、フル稼働するっていう前提でようやくこれになるわけです、でなんですけども、これに対してはその政治の問題っていうのはいろいろとあって、いや一方でその原発はね、もう依存度を低減していくべきだということを強く言ってる人たちがいると、それからそのリプレースをするとか、その新しく作る、増設をする、新増設に対しては強く反対をしている人たちがいるという中で、これ結局ね、その政治的な妥協をして、今回の基本計画の案の中ではリプレースとか新増設とかっていうことは全く言えないわけです、で依存度は低減すると言いながら、で一方でこの数字は20から22にしちゃうんですね、でなんでこうするかっていうと、これまたね、この数字を下げちゃうと、原発を停止すると、廃止すると、いうことになっちゃうので、これ地元の原発を持ってる地元の政治家さんからすると大問題になるわけですよ。でこれどっちもにも配慮をして政治的に決着させようとすると、この20から22っていう数字は維持しながら、で原発は低減させてきますよと、リプレースなんかあんまり考えてませんよというようなね、意味不明の計画にせざるを得ないということになっていて、でなのでこれやっていくと、多分その結果的にこれは達成できなくなっちゃうという可能性が高い、という、ちょっとね、相当心配な計画ですね。これ何、先に再エネが数字が先にありき、
再エネっていうか、だからその先にありきは46の方です。46なんでしょ、うんうん、だからこの非化石のところの59が先でしょ。ああそう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 、うん、ええ、はい、それでね、これまたね、そのいや私からするとね、この36から38ってね、増やそうと思えばもっと増やせるんですよ本当は、うん、でこれまたその政治的な妥協でこういう数字にしてるってところがありましてね、うん、であのこれよく言われる議論として、その再エネって日本ではその適地、その適してる場所が少ないんだと、うん、あの土地はそんなにないから太陽光なんかそんなに敷き詰められないし、うん、風は吹かないからね、そんなにあの風力なんかできないんだという話がすぐに出てくるんだけども、これ本当はポテンシャル自体はねそんなにないわけではなくって、うん、いや例えばあの太陽光で言ったら農地で、あの耕作放棄してる農地、もう全然使ってない農地ですねっていうのが全国に28万ヘクタールあって、でそれこうは再エネの導入をすれば、あのここで言ってるよりはるかに大きな数字になるわけです、うん、それとかその風力だってね、そのポテンシャルがないっていうんだけど、その風力、風が吹く場所自体はその洋上の風力用の適地というのはたくさんあって、でその中のね、まあ、200ギガワットとかそのポテンシャルがある中で2030年までに 3.7 ギガワットしか使わないとかね、まあなんかね相当こう抑制的な計画になってるわけですよ。でなんでその風力がね、うん、でなんでその農地とかをね、そのいやもっと使ったらいいじゃないかというところで使わないかっていうと、結局ねこれはその農地の転用規制とかね、に引っかかってこれなかなかできませんと。で なんでその農地の転用をさせないようにするかっていうと、これは結局その地元の農協さんとかから見ると、うん、農家がその農業以外のところで金稼いじゃうなるのは都合があんまりよろしくないというようなことなんですよね。で結局ねそういうその個別 の課題でその本当はその再エネ導入もっと拡大できる余地があるところをやらせないとかね、それなんか全部その政治的な妥協でこの数字はちょっとちっちゃめにしたり、で原発のところは、うん、なんか実現不能じゃないのっていう数字を出しちゃったりとかね、で結果的に全部こう合わせてみると数年後に足して100にならなくなって、また LNG どっかからたくさん持ってこないといけませんということになり、需給の逼迫が起こり価格が高騰するという可能性があるので、これはちょっとね何とかしないといけないと思いますよ。これでも政治的な妥協っていうけどさ、うん、あの経産省と環境省が作るわけでしょ、うん、役人が作ってんじゃないのこれ、うん、いやだからこれ役人が作るときにその政治の意見を聞きながら作るから、政治の意見を聞いて誰の意見を聞いてるの、関係議員、関係議員の意見を聞きながらやってんの、うんうん、いやだからこれ両側の人がいるわけですよね、うん、だからあの、原発をもうともかく動かすなっていう人もいれば、あの一方で、あの原発の新増設もっとガンガンやるべきだっていう人たちもいて、うん、でその間を取るとこうなっちゃうんですよ。うーん、まあ普通に考えたらリプレスメントってのは普通やるけどね、うん、あの技術的な可能な限りはやるってのは普通だけどね、うん、そのくらいも政治的には無理なのだからそれもできなくって今回入れてないわけです、うんうん、リプレスメントは普通はやるっていうか、まあ、別にあの新設は議論なのは分かるけどね、うん、リプレスメントって普通やるよねあの技術的なあの耐用年数が範囲であればね、うん、まあ、だ多分 それまたねだからやろうとすると政治的にはものすごい大反対が起きて、うん、でそうすると古いものをなんか無理やり老朽化したものを動かし続けるしかないとかね、そういう話になってくるんですよね、うん、だから多分誰にとっても好ましくない、その政治的な妥協した結果が誰にとっても好ましくないことになる。あれこれ役人がちょうど両方聞いてるってんで、きちんと聞いてるわけいやだからきちんと聞きすぎちゃうわけですよ。こんなのちゃんと あるべき方向にねその結論出していかないとしょうがないんだけど、いやで私からするとだからこれどうやって変えたらいいかっていうと、うん、いやあの足して100にならないようにね、もっとたくさん作っちゃえばいいんですよ。足して120とか130とかの計画を作っちゃえばいい、うん、であの原発は再稼働頑張っていくとかね、再エネはもっとやれるんだったらやっていくとかっていうのをやったらいいと。で何だろう、これ、まあ、他の国でいろんなこういう戦略みたいなのを立ててるんで、まあ、そんなのを見ますとね、これ例えばねサウジアラビアであの新しいその都市でこのエネルギー設計をどうするのかみたいなことをやってるんですけども、でそこは何をやってるかっていうと、うん、もうこれからねその、デジタル化をどんどん進めていきますと、うん、でそうするとあのサーバー作ったりとかね、電力需要はどんどん増えるんだけども、でその時にあのまあ、だからサウジだから太陽光とか、ね、もう水素あの風力とかいくらでも使えるわけですよ、うん、
でもうあのどんどん作って余らせちゃって、うん、でそれを水素に変えて輸出しますというような戦略を作ったりしてるんですよね、うんうん、だからそういうなんかねもうちょっとこう戦略的なことも考えないといけない、これはちょっと危険ですということですね、うん、政治はでもちゃんと見てるって言うんだけど、なんか意見聞いてるんだと見てることにならないけどね、最後は政治的に何か責任取らなきゃいけなくなっちゃうんじゃないかな、だからそれはねもうここ数年間がずっとそうなんですけど、そういうその全体を見たその戦略の決定っていうのができていない、うんなるほどね、ということでありまして、まああのちょっとこれまたちょっと後で話を引き続き聞いていきましょう、はい、どうもどうもありがとうございました。ありがとうございました。